やあ、ナツさんと、ルーシーさんだっけ。あんたはセイバートゥースの、どうしてここに。仕事でマグノリアの近くまで来たから、ついでにナツさんたちのギルドを一目見ておこうと思ってさ。そういや、二人に聞きたいんだけど、この町ならではの白いものってある。白いもの？なんだそりゃ。スティンガ君は白いものが大好物なんです。はい、牛乳とかパンとか。なあ、白龍だからか。なるほどな。そんな単純な。あ、でも夏も火が好物なわけだから似たようなものかしら。まあ、なんか心当たりあったら教えてよ。しばらくこの町にいるからさ。白いものか。ルーシーのパンツとか。白じゃないって何言わせるのよ。まあでも、この町ならではの白いものっていうなら心当たりがあるわ。花屋さんに行きましょう。花屋？花なんて喜ぶか。行けばわかるわよ。マグノリアの花。マグノリア。そう、この町の名前の由来になった花よ。よかった、今がちょうどシーズンだったみたいね。へえ、マグノリアって白い花だったんだ。よく知ってたね、ルーシー。まあね、こういう知識も小説を書くときに役立つから。そういうのならありか。スティングに持ってってやろうぜ。よし。頼まれてた白いもの見つけてきたぞ。お前にやるよ。マジで？もしかしてその白い花？この花、この町と同じマグノリアって名前なんだ。へえ、そうなのか。夏さんって物知りだな。教えたの私なんだけどね。それじゃありがたくもらうよ。いただきます。花を食った。スティング君は白いものが大好物なので。大好物ってそういうこと？というか、食べて美味しいものなの？うん、うまい。結構いけるじゃん、マグノリア。ありがとう、二人とも。そっか、それよかった。まあ、喜んでくれたなら探した甲斐があるわ。ウェンディ。あ、シェ
来てたんだね。浮かない顔だけど、何か悩み事？大魔党演舞の時にさ、思ったの。フェアリーテイルってすごく愛にあふれたギルドだなって。急にどうしたの？確かにみんな仲はいいけど。だからもっと知りたいなって思ったの。私にこのギルドにある愛を教えて、ウェンディ。よくわからないけど、ギルドのみんなの話を聞きたいってことでいいんだよね。うん、迷惑じゃないかな。いい話が聞けるかはわからないけど、シェリアのことギルドのみんなにも紹介したいし、いいよ、案内してあげる。本当？ありがとう、ウェンディ。ルーちゃん。全然見つからない。フロシュ、お前が探している幻のカエルはこの辺りにいるんだよな。うん、この地図に書いてあった、この辺り。確かにマグノリアの南側。いや違う、フロシュ、地図が逆さまだ。道理で見つからないわけだ。フロモ様。しょうがない、ここで少し休憩したらまた探しに行こう。行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。やれやれ、お出ましか。ヘンリーのハズグレ、ルーシーキリック、アイスメイクカンバー、ゲッセン、やっ、カリーのでっかい、もう終わりか、暴れたんねえぞ。ちょっと、どこ行くかな。よし、ここだ。さて次は、帰ってきたぞ。
これを俺に？ローグ、それフローが探してたカエル。なんだって、これがそうなのか。わあ、すごくかっこいい。ローグ、これギルドで買えない？そうだな、スティングに相談してみるか。ウロシュ、自分でちゃんと世話するんだぞ。カエルだからもう大人。いや、そうだな、真面目に世話をすればきっと立派なカエルに育つぞ。この子もセーバーの一員になれる？ああ、なれるさ。さあ、帰ってみんなに報告だ。みんなの反応が楽しみだな。どうした、うちのギルドに何か用か？ああ、エルさん。いや、実は刀の手入れに使う油を切らしてしまったんだ。それでこの町にまで買いに来たのか？有名な刀剣用品の店でもあっただろうか？いや、この町ではなく、ここから北西にある箱部山に良い油が取れるモンスターがいると聞いた。なるほどな。よし、それじゃあ私が取ってきてやる。あ、いや、別にそういうつもりで話したのではないが、ドラゴン退治の時に加勢してくれたお礼と思ってくれ。いろいろと気苦労もかけてしまったしな。そうか、ではよろしく頼む。すまんな。どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。やれやれ、お出ましか。ものからかかってこい。やれやれ、お出ましか。確か。
り切っていきましょう。メイクカンバー。どうしたよ、こんなもんか。張り切っていきましょう。斬られたいものからかかってこい。やっ、斬られたいものからかかってこい。よし、ルーシーキック、アイスメイクハンマー。へ、楽勝だぜ。よし、どこに行こうか。ここに行くぞ。さて、次は帰ってきたな。頼まれていた手入れ用の油取ってきたぞ。これが、ありがとう、助かる。大切に手入れしてやれよ。そうだ、カグラ、お互いいろいろあったが、友人になってくれないか。同郷だしな。断る。姉さんの方が好ましい。やれやれ、かわいいやつだ。いつでも姉さんに甘えていいからな。本気にするな。冗談に決まっているだろう、バカ者。また何かあったら来る。ではな。ああ、またな。レビィちゃん、ガジルどうしたの？なんかイライラしてるっぽいけど。あー、なんか今度ギルドのライブで演奏するための新曲を作ってるらしいんだけど、なかなかアイディア出ないみたい。あー、なるほど。最初はギルドに馴染むために演奏してたんだと思ってたけど、普通に音楽好きなのね。下手の横好きだけどね。ま、今はそっとしておいてあげた方がいいよ。そうだね。でも私も物書き志望としてはちょっと共感できるかも。何か力になってあげられないかな。ルーシーさん、あんたを優秀な精霊魔導士と見込んで頼みたいことがあるんだ。え、いきなり何？ルーシー様に協力してほしいお仕事があるのです。私たちのところに来た依頼なのですが。雪乃、その様子だと、もしかしてギルドに？はい、マスターの計らいでまたセイバートゥースに戻ることができました。雪乃、マスターはやめろって言ってるだろう。今まで通り呼んでくれよ。はい、スティング様。そっか、よかったじゃない。それで私に手伝ってほしい仕事って？こいつだ。
遺跡を調査してほしいっていう依頼なんだけど。その遺跡には遥か昔に作られた精霊の鍵が眠っているらしいのです。できればそれを探してほしいと。雪乃がその鍵に興味があるらしくてな。精霊の鍵？なるほど、それで私に。いいわよ、手伝ってあげる。ありがとうございます、ルーシーさん。じゃあよろしく頼むよ、ルーシーさん。よし。どこ行くかな。よし。どこに行こうか。帰ってきたな。それじゃあ兄弟愛とかでもいい？兄弟？ミラさんには妹さんと弟さんがいるの。二
二人ともいい子なのよ。私が魔法のせいで村を追い出された時も一緒についてきてフェアリーテイルに入ってくれて、その後妹とは一度は離れ離れになってね。もう会えないと思ってたのに、再会できた時は涙が出るくらい嬉しかったわ。へえ、いいね、兄弟同士の愛。お話聞かせてくれてありがとう。そういえばあなたにも確かいとこのお姉さんがいたわよね。ちゃんと大事にしてあげてね。うん。あーごめん、私自分のそういう話持ってないんだ。そっか、人から聞いた話とかでもいいんだけど。人から聞いた話ね。あ、おすすめの恋愛小説なら紹介できるわよ。昨日ちょうど読み終わったとこなんだけど、これなんか面白かったわよ。挿絵も入っててイメージもつかみやすいと思うし。へー、読んでみようかな。可愛いですね。ルーシーさん、これ。どうしたの？ああ、そういえばそういうシーンもあったわ。二人にはまだ早かったかしら。お返しします。ラミアスケールの。あなたはリオンの愛する人。違います。いえ、リオン様の行為は嬉しくないわけではないのですが、ジビエには心に決めた人がいますので。それって大魔刀演武で一緒に戦ってたグレイって人？はい、グレイ様とは最初敵同士だったのですが、グレイ様の戦う姿に一目惚れしてしまい、ジビアはグレイ様を追いかけてこのギルドに。へえ、敵同士から愛が芽生えて、そしてかけがえのない仲間に。すごくいい話。分かっていただけますか？うん、私も応援する。頑張って。いろんな話が聞けたな。ありがとね、ウェンディ、手伝ってくれて。ううん、シェリアが喜んでくれたならよかった。そうだ、今度はウェンディの愛の話も聞かせてね。考えとくね。それじゃあ、バイバイ。これも違う。違う！私の求めるパルファムはこんなものではない。やはりこの思考のパルファムを完成させるにはあの花が必要なのか。しかしあれは森にごく稀にしか咲かないという。
どうやって手に入れたものだろうか。あれ、どうしたの？ずいぶん声の大きな独り言だけど。新しい魔法の開発をしてるらしいわよ。でもなかなかうまくいかないみたいね。なんでうちのギルドに来てまでやってんのかね。必要な素材がこの辺りで取れるんじゃない？どこに行こうか。ここに行くぞ。注意して進め。どこに行こうか。ここに行くぞ。さて、次は帰ってきたな。これは私が探し求め、これで新たなパルファムマジックの開発を進めることができる。ありがとう。戻ったら早速研究再開だ。ねえ。食べ物
俺も、うおー、久々のまともな食事だ。ナジュ、焦げてる焦げてる。な、なに？し、しまった。つい気合を入れすぎちまった。これじゃ食えねえ、せっかくの食べ物が。ナジュ、元気出して、おいらの分けて。ハッピー、ありがとうよ。やっぱりお前は最高の相棒だ。はい。胃が残ってねえじゃねえか。ルーシー、見てくれよこれ。どうしたの？って、大きい卵。ナイツとオイラが山で見つけたんだ。きっとすげえやつが生まれてくるぞ。もしかしたらオイラの仲間かもしれないね。え？返すつもりなのそれ？モンスターの卵とかだったらどうするのよ。大丈夫だろう、きっと。よし、しばらく仕事を休んで卵の世話だ。ダメよ、仕事をサボっちゃ。仕事に行ってる間は誰かに頼めば。ルーシーは真面目だな。そうだな、頼める。きっとすげえやつが生まれるぞ。へえ、なんだかハッピーが生まれた時を思い出すね。私とナツで卵のお世話したの覚えてる？ああ、リサーナが鳥に変身して温めてくれたんだよな。懐かしいな。俺も少し手伝った記憶がある。エルフ兄ちゃん、変身魔法が苦手だったから隠れてこっそりやってたんだよね。お前が勝手に持ってくから盗まれたのかと思って慌てたぞ。すまん、あの頃は俺も男として未熟だった。あの時の夏、泣きそうになってたもんね。泣いてねえ。そんなことより今はこの卵だ。何が生まれるんだろうね。またハッピーみたいな猫？可愛い女の子だといいな。いや、男だな。いやいや、今度こそドラゴンだ。楽しみだね。な、そうだ、それでお前らに頼みがあるんだよ。頼み？仕事の間卵の世話してくれねえか。ルーシーが仕事サボるなってうるさくてよ。そういうことなら任せて、バッチリ温めておくから。おう、今度は俺もこそこそせずに堂々と温めてやるぜ。エルフ兄ちゃんの変身だとうっかり卵割っちゃいそうだけど。気をつける。ありがとな、二人とも。それじゃ頼んだ。そういえばナツ、あの時私が言ったこと覚えてるのかな。大きくなったら私、ナツのお嫁さんになってあげようか。だってナツ、子供とか大切にしそうだし、頼れるし。何赤くなってんのよ、冗談に決まってるじゃない。まあ、どっちでもいいか。
よし。最初から何も生まれなかったのか。なんだよそれ。オイラの仲間が増えると思ったのにな。ごめん、世話なんか頼んじまって。いいよいいよ。それよりこの卵、せっかくだからみんなで食べてみない？食えるのか。
調べてみた限り毒もないようだし腐ってもないみたい。味はわからないけど。男は黙ってチャレンジだ。よし食うか。せっかく拾ってきたんだしな。はい、すごく大きいし食べ応えありそうだね。よし、私が腕を振るっちゃうよ。ゴン、おうめえ、結構いけるぞこれ。鳥の卵に比べると癖はあるが男の味だ。次はオムレツだよ。デザートもプリンもあるからね。えい、リサーナは料理上手だね。ああ、いい嫁さんになりそうだな。ありがとう。さあ、どんどん食べちゃってね。じゃないか。どうしたんだ、うちのギルドに何か用か。ちょうどよかった。エルサ、恥を忍んでそなたに頼みたいことがある。なんだ改まって。お前の頼みなら大概のことは聞いてやるぞ。この依頼を手伝ってほしいのだが。ん？何何？演劇の役者が病気にかかったので代役を頼みたいだと。つい内容を詳しく見ずに受けてしまったが、私は演劇など経験がない。しかももう一人誰かを連れてこいという指定だ。ギルドメンバーに頼むこともできず。演劇か。どうか頼む。そなたにしか頼めないんだ。演劇などそなたも興味はないかもしれないが、どうか。いいじゃないか。久々に私の役者としての才能を見せる時が来たようだ。無論協力させてもらう。なんでそんなにノリノリなんだ。だが手伝ってくれるのはありがたい。よろしく頼む。ああ、任せておけ。